の星で生まれたり。うちこんなに合うとお兄さん、ええことせえへん。ねえ、どうです？なあ、お兄さん。リーカ。ああ。あれから怪我の具合はどうや？ふん。お前、痛み忘れるコツ知っとるか？ん？がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らな、わしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前、ここどないなっとるんや。あ？何のことや。このアパート、そこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前、まことのこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや。ここは俺の雇い主な。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるんは、俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザ。それが上に噛みついて下手打った。大阪で買われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏持っとるもんやけど、せやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。マコトのおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにええルート教えたる。誰にもつけられんルート？ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな、そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしても、その隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるんや。せやから言うたやろ、誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらいに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや、そこを抜けたらあとはまっす。わかった。
い疲れたの。早いとこマッサージしてもろうて。バキッ。Ah mais du coup, si je bouge l'étagère, tout le monde va voir qu'elle est là. Elle est nulle ta passe. Bien, personne m'a vu être poursuivi par des délinquants dans la rue. Oréa, Aerde. お前んとこの店長もう来たんか。うん、今飲み物を買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。こっちゃ封筒何が入ってたの。若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで。よう早速見とるな。よう撮れてるやろリー。なんなんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したら。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。Et veut tuer l'autre pour faire croire que c'est la petite. Yo, kikuksuri ya de homma. Li, omae nani yo? Kokkara saki wa kono ko ni kikaseru hanashi to chau nde na. Sukoshi nemurashite ku. Ha?お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には
誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認するのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。これのパンチきれい、ボーデン。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが、ああ誠や。この子は未延命でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとうを繰り返して、わしはその小さい手どうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけが。はあ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。うん、小さい時から病気がちでな。薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だは、あ、極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。
お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄を釣らんかい。お前が俺の何を知っとるんやボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねや真島。What?
La batte sacrée a vaincu. Majima. Honma ni migawari tateru shika te ga nai ya. Kurosaki Makoto o mamori kiru ni wa Makoto no shitai ga hitsuyou ya. Kono mama yattara itsu ka Makoto no toko ni omae igai no koroshiya ga kuru. Sore yori mae ni omae mo やられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで、俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらば。な、なんやと。そんなできるわけや。確かに、一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできん。けどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。ちゃいますよ。
やってる？え？いや。せや。Le mec veut faire un RM, c'est un connard, allez c'est... Ah, il veut investir, ouais. Ah, les deux business sont liés. Quand tu investis d'un côté, tu... Le système a l'air bien fait, franchement. C'est juste que j'ai pas envie. Je suis peut-être un gros connard en ce moment. Il y a un mec qui croise les bras tout seul. C'est pas normal. Où est la fille? Le bureau est là-bas, au fond à gauche.
タッタラッタン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 。あ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てにほぐし会館のリー様という方からお電話がご…リーから？ご存知の方ですか？まあ、それが支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしか。支配人？わかった、よう伝えてくれ。いえ、それでは。À quoi ça me servait de venir jusqu'ici pour qu'on me dise ça et puis pas m'appeler chez moi? Ou même venir? C'est juste pour le plaisir que j'aille jusqu'au grand hôtel, ça? Au grand palace? Ça effacera peut-être le message pour que ça devienne relou. Bien, bien. Où est-ce que je peux acheter ce genre de trucs dans la ville? À traverser le... pas forcément le plus simple, mais il y a la police sur tout le bord de la rivière. Deuxième base. Oh, on a fait première base tout à l'heure. いらっしゃいませ、ありがとうございます。で、取っときたな。いらっしゃいませ、
Je voudrais un bas, un sac. L'autre côté 800 000, ça va bien. D'accord, c'est tous les bords de rivière qui sont coincés. On va 4 comme ça pour acheter le sac. Encore un pervers qui se décarte. Comme si on n'avait pas vu qu'elle avait traversé le décor et qu'après elle avait fini au fond de la route. On peut pas les engager ? Voilà. Attendez. Poser un ou deux trucs. On va faire un Baka rêve de princesse dans pas longtemps. Vous allez voir. On va se faire une rousse. Avec quoi elle ? Un manteau ou une écharpe. Bonjour, j'achète des cadeaux pour mettre des femmes dans mon club. Mais tellement. Ah, parce que Léopard, ça fait quand même vieille cougar. Hein. Fou. Ça coûtait deux fois plus cher en plus. Moi je veux bien engager des filles vénales, mais faut pas que ça me coûte trop cher. Putain, je me étends quand je dis des conneries comme ça quoi. Très bien. On peut en trouver une autre. Une jeune femme perdue. Ah voilà, regardez, il y en a une autre là.
Un accessoire. Ça serait bien une petite musique de City Hunter quand je me balade dans la rue quoi. Un accessoire. Elle, je la mettrais dans la catégorie cougar, pour le coup. Bien sûr qu'on intervient. Et troisième balle. Il est où déjà le... C'est dommage qu'il soit pas en train d'ennuyer quelqu'un. Salut.